瀬戸内町は、鹿児島県の奄美群島にある町の一つ。大島郡に属し、奄美大島の南端部とその沿岸に位置する、かけろま島、受島などの離島を町域とする。奄美大島の最南西端の地域とかけろま島、与えろ島、受島などの有人島を町域とし、東西 28.8km、南北 27.8km にわたる比較的広い地域を有する。 コニアは最も人口の密集した中心部で商業、飲食業等の第三次産業も盛んであり、コニア港が他の島や各集落への拠点となっている。地形は古生層からなる標高300から400メートルの山地が多く、リアス式海岸を形成し九州に落ち込んでいる箇所や入り江が多い、調整志向60周年記念要覧に基づく。 第一次産業では、就労人口では、農業が約半数を占めてて最も多いが、生産額では、水産業が農業を大きく上回る。第二次産業では、製造業の大きな事業所がなく、台風等による道路の改修、家屋の修理などの需要が多いため、建設業が最も盛んである。過去にあった木材チップ工場や黒糖場中の工場は閉鎖された。 1965年には2346人いた人口は毎年減少を続けており、町全体でおよそ半減したが、特にかけろま島、あたえろ島、受け島では人口が1、4から1、5に減少した。また、町内の人口は中心地のコニアに集中化を続けているため、集合住宅も多く建設されている。 2016年3月末現在の世帯数は5202、人口は9176人。高等学校小中学校小宮校の先客待合所長距離航路の最寄り発着校は小宮校。町内では各島を結ぶ町営旅客船、フェリーが運行されている。このほか海上タクシーもよく利用されている。一般路線バス一般国道県道はじめ千歳の 出身地、吉野里集落前景。ありがとうございます。